特産 TV は超スペシャル企画、去年やらせていただいた読売テレビの副音声をなんと今年もやらせていただくために、阪神タイガースをもっと深く知っていこう企画今年もですね、去年やらせていただいた副音声、あと今年もやらせていただくことになりまして、4月の3日土曜日午後1時59分から読売テレビで放送される阪神対中日ドラゴンズ、この一戦で副音声我々がやるわけなんですけども、私は思いました、去年やらせていただいて。やっぱやるにあたってもっと阪神タイガースは詳しくならなきゃいけない、プロ野球選手の技術をもっと深く知らなきゃいけない。詳しい方だったと思うよもっとです、もっとあるゲストの方をお呼びしました。もう特産 TV のレギュラーといっても過言ではありません。本屋もそれ絶対元阪神タイガース赤星憲広さんです。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。すいません、準レギュラーなまだレギュラーになれてないんで、すいません、よろしくお願いします。去年も実は赤星さんとは主音声で解説されて、副音声で我々がやってですね、何回か地上波で絡みをさせていただく中で、やはりこの現代における野球においても本当に深いところを見てらっしゃるなというところを思ってますので、レギュラー使いますよ。でも気持ちはいいね。いやいや、そんな中で阪神タイガースキャンプオープン戦と踏まえて、赤星さん的に今年のタイガースこんな感じでいくんじゃないかなって何かありますか？いや、まあ正直ね、本当に僕は忖度をあまりタイガースにしたくないんですよ。だから僕は今まで過去に引退してから11回ぐらい。優勝、なんですか、順位予想を毎年やってきてて、ほとんど阪神を1位にしてないんです。でもついに今年阪神を1位にしたぐらい、もう絶対的なチャンスの年だなと思ってますね。もともとピッチャー陣っていうのは12球団の中でもトップクラスのレベルにあった。問題は野手陣っていうところで、昨年ぐらいからなんですけど、それまではどちらかというと誰がこのポジションを守るのかな、いわゆる競争っていうのがずっと行われてきて。はい、今年どうですか？うん、多分皆さん知ってる通り、ショート以外はほぼほぼレギュラー固まってる状況で開幕を迎えますよね。セカンドもはまりましたもんね。そうなんですよ。こんな年ってやっぱりなかなかないんですね。なるほど。はい。戦力的にも、もう優勝する力はもう整ったかなと。ただ今年優勝しなかったらいつ優勝するのか。それぐらいもう整ったんです。だと思います。なるほど。私個人的なものもあるんですけども、やっぱりこうリードオフマンを務めて近本選手の活躍っていうのはやっぱりキーになってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、僕はキーマンを野手で挙げるんであれば近本選手と大山選手だと思ってるんですね。佐藤選手が入ってきてかなり注目されてますけど、新人です。彼がキーマンって言ってるようじゃダメなんですね。でやっぱりその近本選手3年目、大山選手も実質昨年結果を残して今年進化が問われる年だと思うんですけど、まあ多分1番と4番という形で固定されると思うんですけど、この2人が沈んだら優勝できないです。それぐらいもう本当にキーマンなんですね。まあその中で近本選手っていうのは、まあ、2年連続盗塁を取ってますけど、まだまだやれるでしょっていうぐらいの僕は成績だと思ってます。この2年はね、盗塁王は取ってますけど、打つ方に関してもう守備もベーも含めてね、だから今年はだからそのなかなかクリアできなかった3割で2桁ホームランっていうのはクリアしてくれるんじゃないか、してくれないと優勝できないよっていう。で盗塁はもうマストです。マスト、はい、マストっていうか最低40個、40個もクリアしてないですから、40個しつつ成功率も9割ぐらいでホームにもたくさん返ってくるっていう。成功率重要ですよね。重要ですね。そんな中で今回近本選手からですね、実際疲れるスパイクをお借りしまして、親指からこの内側ですかね、ここにスパイクの刃がすごく多い。あともう一個がここのベロの部分、サッカースパイクみたいにめっちゃ薄い。さらにはこのソールの内側の部分、ここ本来今の野球界だと柔らかいのが多いんですけど、めちゃくちゃ硬いらしいんですよ。こういうの、こういうの。赤星さんから見たときにどういうこだわりがあったらこういうふうになるのかっていうのなんか分かったりするんですか？最近で言うと、やっぱりこうどちらかというとこれって今の現代野球の中でかなり薄いレベルだと思うんですよ、そこが。そうですね。やっぱ1年間戦う上でこう怪我をしないようにっていう意味で言うと、はい、こう吸収力とか耐久性とかいろいろ考えた時に結構今の選手ってこのそこが全部、ね、衝撃を吸収してくれるような多いですよねにしてる選手が多いんですよね。はい、の時代で考えるとこんなに薄い選手って多分少ないと思うんですよ。そうですね。だから多分そのどちらかといったらこう裸足に近い感覚が多分彼の中でこうしっかり地面を噛む感じが欲しいっていう。だからでここかかとも硬いじゃないですか。そうですね。だから本当に地面を自分の足で踏んでるのに近い状態が一番いいと本人は思ってるのかなと思うんですよね。本さん的にはやっぱそういう走るときにやっぱ柔らかくない方が走りやすいっていうのはやっぱあったんですか、当然。僕はめちゃくちゃ薄かったんです。スパイクがですね、ちょっと持ってきていただいてるんですけど。ありがとうございます。これがまさに現役時代使われてたやつっていう。汚いですかね。こっち来て。渡すときなんで磨いてなかったんですか。こっち、まさにですよね。ちょうどね、僕らの時代からちょっとこういうのができ始めたりして、このクッション製のやつが。僕はずっとこの革底ですが薄いんですよ。これは結構負担はくる方ですよね。しますね。だからやっぱり3年間ぐらい60個以上してた時っていうのは相当終盤きつかったですね。ああ、そうなんですね。膝、腰。そうですね。跳ね返りきますもんね。で、やっぱり足の裏が非常に痛くなってきたりとか、そうするとまあふくらはぎであったり、外側のこのすねの横が痛くなってきたりとかっていうのが結構あったので、特徴的だなと思ったのは1、2、3、4、5本刃と3本刃が主流だったんですけど、赤星さんのなんかここに追加されてるじゃないですか。はい。これ特注ですよね。そうですね。刃を特注にしてましたね。はい。要はもうこう噛むという、もうそのまま引っ掛けるようにっていうことなんですか。だから多分その体重のかけ方とか、最初に蹴るときにどの足を使うのかによってどこが一番重要なのかっていうのがあると思うんです。ってなるとだから近本選手はだからこの左側のここに置いてるっていうのは重きを。だからこの多分蹴る力が大事なんで、ここを多分多めにしてるのかなっていう。あと一個気になったんですけど、赤星さんのスパイクって軽くないですよね。よくお分かりで。はい。重いですよね。ずっしり。ちょっとこれ Z さん批判になってしまう。そうですか。僕はZ さんにすごくお世話になったんで、Z を引退するまで使ってました。イメージですね、Z の。アシックス。はい。素晴らしいですよ。だけど批判じゃないですよね。これはもう本当いつも Z さんには言ってるんですけど、最初僕初めて履き始めた時っていうのはやっぱスパイクに関してはちょっとやっぱ劣ってました。やっぱりアシックスとか水野さんとかっていうのはやっぱり陸上でねシューズを作ってるメーカーっていうのもあって非常に靴に対してのレベルが高い会社でもあったんですね。で僕はでもなぜ他のやつを使わなかったかっていうと、僕が引退するまでの間に Z のスパイクがみんな履いてもらえるようなスパイクになってほしいなって気持ちがあったからいろいろアームを提案したりとかしたんですけど、こうすいませんできませんでしたとか言いつつもなんかそのずっと一緒に9年間僕は Z の方たちと意見を交換したりとかで、その都度こういいのを作ってきてくれたりとかしながら。すっげえいい話になってるな、これ。いや、いい話ですよ。荒川ではアシックスだったらもっと盗塁できたってこと。いや、まあ50は違ったりします。その中で最後に佐藤輝明選手。はい。赤星さんから見たらいかがですか、あの選手は。そのもう飛ばす能力っていうのはね、これは申し訳ないですけど、天性です。真似しようと思っても簡単にできることができないのはやっぱり球を速く投げることと遠くに飛ばすこと、めちゃくちゃ速く走ること、これに関しては僕は練習したからといって簡単にみんなができるかってそうじゃないジャンルだと思ってるんですよ。だからもう彼はその遠くに飛ばすというものをもともと持ってる選手なんです。甲子園で左バッターホームラン入りづらいと言われている中で逆方向にも飛距離が伸ばせるっていうところではすごく期待はさらに大きいですよね。いや、あっちに打てると、まあ、やっぱり浜風というものを味方につけられるので、よりホームランが増える可能性っていうのは、だから例えばバーンってレフトに上がったやつが、あ、レフトフライかなと思ったやつが、風に乗ってそのままスタンドにっていうシーンが、結結構出てくるんじゃないかな。逆に甲子園であんまり強引に引っ張らなくても、はい、センターから左に打っとけば、ホームランになるんじゃないかなっていう。すごいな、めちゃめちゃおもろいな、今年は。今年はちょっと阪神タイガース、マジ注目ですね。注目の注目です。はい。僕はここまで言うんですから。そう。いや、多分ね、去年と一昨年にこの感じでやってたら、多分こんな汗かいてまで喋ってない。汗までかいてない。まあそんなことで赤星さんからも深い話も聞いて、近本選手、大山選手、注目の佐藤選手、注目しながら4月の3日土曜日午後1時59分からの読売テレビ阪神対中日、ぜひご覧ください。主音声で赤星さんのバキッと、我々副音声でふわっとやっていきますので、よろしくお願いいたします。赤星さん、ありがとうございました。